いいか。仕事の時間だぜ。みんな、分担は覚えてるな。私とリュウジとモルガナがサーチライトの破壊だね。任せろよ、速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺とマコト、ハルが護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー、こんだけいりゃ100人力だ。必ず隔壁を開けてみせる。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる、無理はしない。そして作戦の鍵を握る。お前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜ。行くぜお前ら、アリスの城への道を切り開くぞ。
の城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。ジョーカー復活。大丈夫だったか。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。オッケー。サーチライト。
消えてる。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。気配がするよ。お警備が残ってたか。手早く倒して先に進むぞ。行くよ。あとちょっと。一気にやっちゃおう。いつもこうならいい。ここのサーチライトまだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。ああ、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。いい位置だな。いつでも行けるぞ。戦を制したぞ。やってしまえ。バッチリ決まったね。このぐらい楽勝だよ。よし、どんどん行こう。そこそこの収穫かしら。アリス様の王国を荒らしたのは、アリス様の平穏のため。これ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ。みんな気をつけて。ゲットレディ。あんまり効いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかな。よし、しない。ショータイム。ショータイム。やっちゃえ。ペルソナハチのスタイム。受け取れ。アンサー華麗に繋げたな。どんなもんやろ。気力が少ないよ。戦い方に注意して。食らえなよ。あとは俺が。ここ火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に逃げ。バトンだ。やってみる。これで終わり。やつは俺ら。よし、敵の攻撃力が下がった。このまま押し込む。もう竹縄幕を下ろすときだ。強敵を倒したか。やる。敵シャドウ消滅。倒せたね。先に進もうか。これ役に立ちそうじゃね。ここから城に入れそうだ。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がること。準備はできた。よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。何者かの侵入を感知。捕らえろ。しまった、敵だ。お手すいません。これを。あいつらなんで気づいたんだ。何者かの侵入を感知。しまった、敵だ。スイッチに仕掛けがあるのかもな。何かヒントがないか周りを。ここは安全みたいだね。
侵入者だ。アリス様に逆らう不届き者め。シャドウ出現。なんだよ、そういうトラップか。しつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。クリーンヒット。フォックスかっこいい。フォックス、いい動きじゃない。危ない。フォックス、お見事だ。あれはもう一人の俺だ。ここに行こう。ありがたい。ふん、敵も本気を出してきたってことだ。もうかなり登ってきたけど、あの扉の奥が階段になってるはず。任せるぞ。任せて。侵入者め、王の間にアリス様に逆らった罪、その身で償う。気持ちだぞ。
招待バイコン食らえ。これでますます頑張っちゃうからね。よし、新スキルゲット。やった。もしかして外から登れたりしないか。お、なんとか行けそうか。行けるとこまで行ってみよう。お宝らしき匂いはこの上だ。らしき匂いがするのはここだ。しかしこれはどうしてこんなものが。アリスはどこだよ。いないみたいだけど。ちょっとあれ見て。あれは、いや、我が輩の知ってるお宝とは全然違う。あ、みんな隠れろ、シャドウだ。あそこで何を。願いは運び終えたか。はい、ひとまずこれで全部です。願い、まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに。承知しました。おい、あれって。あれは、ああ、あん時見たのとそっくりだぜ。今のって願いを運んでるって言ってたよね。それにあの宝石みたいなのが願い。な、間違いねえ。あそこに見えてるお宝らしきもや、あれが願いだ。あれが。確かにアリスが集めてるとは聞いてたけど。スカ、さっきまで宝石だったろ。なんであんなもやみたいになっちまったんだ。これはあくまでも我が輩の推測だが、人間の願いにはもともと形なんてないからな。それを大事なものだと意識するから宝石みたいに形をなす。願いを奪われた奴らが奪われると意識したからね。じゃあなんであれはまたモヤにも。願いは奪われたままだぞ。この鳥かごに収められてアリスに所有権が移ったんじゃないか。だがアリスはあれを奪われるとは思ってない。だからモヤ城に戻ったんだ。そういうことになるのかしら。とにかくあれを奪って解放すれば人々は元に戻るかもしれない。ああ、やってみる価値はあるな。待て、あんなモヤモヤどうやって盗む。予告状ってなんだ。あのモヤモヤを実体化させるための手だ。持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そうすれば形をなすって済む。そのために予告してやるのさ。
お前の大事なものを取っちまうってな。なんとなく把握した。でも前みたいにうまくいくのかな。ここ打たぬ金はならぬだ。まずは実行あるのみ。とりあえず今は潜入ルートだけでも確保しておきましょう。よし、一番乗り。今のは一体なんかバリアみたいなの出てた。また通せんぼが今何か。ちょ、ソフィー、キモ、話しかけないでくれる。何男子に色目使ってんの。あいつってさ、ほんとネクラって感じだよね。わかる、ジメジメしすぎみたいな。なんだよ。みんな聞こえたよね。キングが隠してる。ソフィーだ。問題ない。それより分かったことがある。今の記憶がこの扉を開く鍵だ。鍵？この鳥かごには鍵がかかってる。本当だ。どうしてあんなものが。開けるには鍵がいる。今の声がした場所、秘密の部屋にある。でもここからは入れない。一度現実に戻ら。現実に？なんでだよ。部屋は隔離されてる。入り口は現実にしかない。なことまでわかんのかよ。それお前の能力かな。わからない、ただ感じた。もしかしたらこの鳥かごの扉はキングの心の鍵で守られてるってことかもな。モナちゃん？ソフィーの言う通りなら、さっき聞こえたのはキングの記憶、重要な記憶の断片ってことだ。その記憶がキングの心の鍵となってこの扉を塞いでるんじゃねえかってな。重要な記憶。鍵なら見つからないように隠すのも当然だろ。理屈としては…いや、今のは我が輩の予想だ。こんなの初めてだからな。もしかしたらそれもパレスとジェールの違いなのかもしれないわね。その秘密の部屋、ここからじゃ行けないんだよな。そうだ、現実でその場所を探さないと。それってどこなんだよ。そこまでは分からなかった。さっきの声と関係のある場所なんだよね。うん、なんかいじめっぽい感じしなかったか。男子に色目、学校かな。そうかも。冴えてるな、パンサー。私も学校で似たようなこと言われてたから。パンサー、そうするとアリスが通っていた学校に鍵があるということかしら。その可能性が高い。よし、一度現実に戻って調べようぜ。予告もしなきゃならないしな。忙しくなりそうだぜ。おかしいな。え、芸能人の通ってた学校なんてネットですぐに出ない？そう思ったんだけど全滅した。裏情報も該当なし。あるのはファンが妄想で書いたフェイクばかりだな。いくら解明してたって痕跡ぐらいありそうなもんなのに。双葉でも調べられないとかあんのかよ。不自然に情報が消されてるんだ。こりゃ誰かが意図的に隠してるな。意外なところでつまずいたな。アリスの学校が分からなければ隠された部屋とやらも見つけようがない。でもネットの情報を全部消すとか普通できなくない？何か他に調べる方法は。まこちゃんのお姉さんに調べてもらうのとかどうかな。元検事の弁護士さんなら
あまり表に出ない情報も手に入るかなって。おう、いけるかもな。頼め。それはいいけど、なんて説明したものかしら。個人情報は保護されるべきものだし、そう簡単に許してくれるとは思えないけど。まあ意味わかんねえよな。アリスの通ってた学校調べてくれとか。下手したらこっちが尋問されるぞ。答えなさいって。なるほど、ヒイラギアリスの学校ね。はっ、 お前はこの前の。うさんくさい刑事。刑事っつうか公安な。つうか別にうさんくさかねえだろ。はい、とっても。えらい言われようだな。つうか笑顔で言うなっての。なんか用かよ。そう、邪険にするなって。お前らを助けに来てやったんだぜ。助けにって。ヒイラギアリスの母校が知りたいんだろ。だがそれがわからないと。まあそうだろうな。ヒイラギアリスについてはどういうわけか情報が少なくてな。特にデビューする前のことは綺麗に消えちまってる。で、困ってるであろうお前らをこの俺が助けに来てやったってわけだ。公安の俺ならアリスのことを調べられる。どうだ、協力してほしいだろう。あ、いいっす。自分らで何とかするんで。うん、もう少し時間くれれば必ず見つけてみせる。でな、俺の力が。ってちょっと待て。せっかく協力しようってんだぜ。ありがたく受けとけって。ごめんなさい、警察は信用できないんです。だから笑顔で言うな、笑顔で。なあ、分かったよ。まずは信用を得るところからだな。ヒイラギアリスはお前らの先輩だ。厚生高校か。ん？ああ、いや、お前以外の先輩だ。囚人学園？こいつは貸しにしとく。ちゃんと返せよ。行っちまった。敵か味方か読めない男だ。つか、なんでアリスの通ってた学校知ってんだよ。警察もアリスをマークしてるってこと？ありえるな。だとすれば一応信頼には値する情報ということね。まあ試してみるしかねえか。学校からなら隠し部屋に行けんだろ。そのはずだ。グニャって中に入れるはず。了解、グニャっとな。とにかく現地へ向かいましょう。話はそれからよ。ああ、行ってみるぞ、囚人学園に。